1972年の阪神タイガースでは、1972年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、村山実選手兼任監督の3年目のシーズンである。前年は、投打の主力が体調不良に陥り、打撃陣全体が頻打に苦しみ5位に終わったが、チームは巻き返しを図るべく監督経験者の金田、正康を、 ヘッドコーチとして昌平。村山監督、金田ヘッドの二等体制で開幕を迎えるが、開幕8試合でわずかに少子化できず村山監督が、指揮権を金田ヘッドに委ねる。結局4月は5位に終わったが、その後チームは勝ち出し、5月と7月に二度巨人と、同率首位になるなど、8年ぶり優勝の声が、聞こえ始めた。しかし、打線の頻打などもあって8月以降は失速。 投手陣では、江夏豊か、上田二郎の左右二枚看板がエースとして活躍し、ローテーション入りした、谷村聡志慶も11勝を挙げたが、ルーキーの山本和幸は、勝ち星が伸びず、江夏に代わって、開幕投手も務めた、古澤健治はわずか1勝にとどまった。打撃陣ではこの年入団の中村克弘や持月、三鶴など新戦力が台頭し、 旧制人園から復帰の田淵光一や、前年28本塁打の藤田平が、打線の中心になったものの、田淵、藤田平以外の打者は低打率にあえいだ。シーズン終了後、村山実は現役を引退し、監督も退任。後任は金田監督代行がそのまま就任した。ありがとうございます。